まずは、大地震があって大変な地域がある中、こうやって試合を開催できたことに感謝したいです。で、決勝戦に関しては去年悔しい思いをしたので絶対勝ちたいという思いがあったので、またここに戻ってきて勝ち切ることができて本当に良かったです。後輩たちにはこれから先も山梨学院というチームを強くしてもらいたいので頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。山梨学院大学は準決勝から先発1人変えてきています。早稲田大学は同じ先発で入っています。今前半の45分がスタートしています。今日は左に立っています。早稲田大学のフリーキック、ゴールキーパーこぼして、早稲田大学が最終ラインから長いボール、ここはゴールキーパー石田ココナが、早稲田大学左サイドから一度下げてボール奪いました。ただ奪い返す早稲田大学、クロスゴール前、大原桃がここはあと3年もいますからね。あと3年もいますからね。さあ大山右足のシュート、おクロスバー、こぼれるヘッドで先制、早稲田大学、大山のシュートできるかもしれないですね。可能性はありますよね。まあどうなんだ、合わせるのかな。ロングボールが武器のプレイヤーです。両足蹴れます。突下にミウのキック、狙った、来た、おーと前線の伊藤琴音、両足蹴ることができる突下にです。突下に右足だ、ポスト入った、誰だ、流し込みました。伊藤さんかな、今シュートかな当たっちゃった、当たっちゃったみたいな感じだけど、山梨学院大学のコーナーキックです。ゴール前には伊藤琴音が入っています。中央ヘッド、左足打っていきました、斉藤桃佳です。浦部縦につけます、大山追い越してきた、浦部中に入れる、一人かわしてというところでしたが、まだあります。早稲田大学左サイドから届いてる、と築地が最後打ちましたが笛が鳴っています。惜しかったですね。小山です。アイボールを選択、ここいい通ります、三谷の右足、決まった、素晴らしい、すごいですね。大山選手、大山選手から逆なんだ、ヘアバンドオレンジじゃないですか。あ、そうなんです。知らない。さあ大山のキック、はい、ヘッドでクリア、プーマは一時間のあります。土地谷のキック、ファーサイド抜けて、ここは触ることはできませんでした。でも狙ったかもしれないですね。そうですね、うんうん、大学、右エンドにえんじ色のユニフォーム、早稲田大学です。今、後半の45分がスタートしました。山のキック、ファーサイド、築地、築地が粘って中、
上田、インカレ初優勝を目指して戦っています。早稲田大学は8回目の優勝、2大会ぶりの優勝を目指して戦っています。宮本、細かくつないで右サイド抜け出す柏、ここはサイドネット、ここをこぼれて、お、出ちゃってない、出てない、出てないです、出てない出てないという判断でした。大原がこの抑えています。さあコーナーキックです。すごい、ボールキック、そんな気がする、左足のシュート、おお、ナイスキー、片手でセーブです。西田ココナ、ナイスセーブ。ヘッド、いいゴール、まだありますよ、まだあります。パンチング、ここ旗が上がっています。島田、三笘蹴った、おー、すごい、追いつきましたよ、すごいですね、自分でファールもらって自分で決める。笠原、もう一度裏辺、千葉、ないんじゃない、あんのかな、あ、ある、大山、いや左足、こういうのありますこういうのある、全部胸を変える、すごい。すみません、僕勉強不足であれなんですけど、インカレの決勝で PK 戦とかあったんですか。 PK 多分ある、あ、うん、ありましたか、あるな、はい、最近はないかもしれないけど、クロス、大山、浦部、築地、築地のシュートは枠の上でした。遠目から築地、スコチャンスですかね、そうですね、さあ右サイドからクロス、キーパーパンチング、早い、早い、逆にこれいっちゃうか、面白いかも。私は今日に向けて、今日はこのチームでできる最後の試合ですと、このような時勢にもかかわらず大好きなサッカーできることに感謝しますと話しています。さあクロス、折れて、築地、おお、出しました、上田、いやーナイスタッチ、島田、もうそうとも中央、うわ抜けてこぼれる、うわ決まりました、うわアンラッキーですね、アンラッキーですね、後藤も上がってきています。大山のキック、伸びる、パンチング、かき出しました、ここは早稲田大学、取った山梨学院大学、
内田の右足シュート、いいですね内田選手ね。そうですね、うん、石田が弾きました。お伊藤前を向く、うわ詰めてきました。中央内田でしたがゴールキーパーがキャッチしています。